おはようございます。皆さん、始める前にですね、まずフィルムを見ていただきます。そうすると私が話すことが、分かりやすくなると思いますので、私がプロデュースした映画です。ハッピーと申します。 What do you want out of life? I don't know. To be happy? To be happy. I want the American dream. I want to be happyThe professor said to me, 幸せを作ることはないと言います。でもそして幸せを測ることはできません。これは天国ですね。何が出てくるか見えるか分かりません。私の人生は大きく変わりました。ここでたくさん日常にできて、そして日常を楽しくすることができることがたくさんあると思います。ハッピーのエグゼクティブプロデューサーですが、大変有名なハリウッドのプロデューサーです。ある日彼はビバリーヒルズのカフェでニュース、新聞を読んでいました。そこで彼が住んでいるんですけれども、ある記事を見ると世界で一番幸福な国はバングラデシュだと書いていました。で彼は頭をかいて、私は子供の時の夢を達成して、そして今私はこういう仕事をしていると。そして大変パワフルな、そして素晴らしい豊かな人たちに囲まれているけれども、でもそれほど幸せじゃないなと考えました。そして彼らはとても常に不安を言ったりとか、美しさ、お金、また豊かさはどうも幸せになれないようだ。そのクエスチョンをもとに彼がハピネスというフィルムを作りました。そして私はこのハピネスというのを求めてという映画に参加しました。で私の友人とともに世界を回って、世界のさまざまなエキスパートの人たちにインタビューしました。心理精神学者、哲学者、教育者、いろんな人たちについて、幸福についてインタビューしました。またいろいろな国を旅しまして、ドキュメンタリーを作りました。いろんな国でのいろんな幸せがあるということを記録してきました。そしてまた個人的にも、私は私の幸せをどのように向上させるか考えてみました。で、ハピネスを向上するための実施術というのを考えてみました。でそれを実行してみました。例えば瞑想もいいと聞いて、ヒマラヤに行って1ヶ月、寺院で住まいました。で誰かが私にいたんですけれども、ボランティアの仕事がいいよということ で私は地雷を排除するし、ボランティアもやってみました。それ以外にもポジティブサイコロジーというものも勉強しまして、皆さんご存知かもしれませんけれども、ポジティブサイコロジーというのはサイエンスの新しい、科学の新しい分野です。幸福やそしてウェルビーングを勉強するものです。伝統的な心理学では不幸な人を普通の状態にするんですけれども、ポジティブサイコロジーでは普通の人をより幸せにします、しようとするものです。私はその考えに賛同しました。その人独自の強さを毎日それを利用して使うことで、さまざまな大きな目標に向かって働くことで人生の意味を見つけることができると聞きました。そしてこれは個人にも適用できると思います。そして日本についてどういう状況になっているのか勉強しました。皆さんご存知ように、日本の人は大変勤勉な人たちです。責任感を強くて、協力で、そして
謙虚で真剣で、そして細かいことが好きな人間で人たちです。そして他の国にないような経済的な成長を達成しました。テクノロジーや経済についても、また革新性についても先を進んできました。それは20年ぐらい前のことです。で今は日本は幸せなんだろうかと考えてみました。日本現在のハピネス、幸せですけれども、ある調査によれば日本のはハピネスに幸せにおきましては90番目だと、先進国の中では最低だと言われています。また毎年3万人の人たちが自殺で亡くなっています。3月11日の震災で亡くなった人の数を考えると、それは今2万7000人と言われています。また過去20年間経済的な成長を失った、経済的な地震、そして経済成長が起きていません。そして中国やその他の新興国が追い抜かれるじゃないかと考えています。でこれはどうすればいいでしょうか。皆さん高校でまた中学校で学んだことを少し思い出していただきたいと思いますが、14世紀肺炎の極みにありましたが、その時足利幕府はこの金閣寺を建立しました。これは金を使っています。これは繁栄と物質主義、そしてパワー、権力の象徴でした。そしてある日ですね、もっと大きな、もっと贅沢な金閣寺を作ることもできたんですけれども、ある将軍が、そしてその友人たちが考え始めました。このような進歩にばかり考えることは、いいんだろうかと。何かを加えることで、そして広げることを考えることよりも、より少ない方が、簡素な方が雄弁で、そして豊かになるんじゃないかと考え始めました。この意図的な交代をすることで進歩することができるんじゃないかと。そして画面にもありますように、Less can be more という価値観が分かりいただけると思います。おそらく勤勉であるとか、その他の品質以外に、私たちの強みというのは感性ではないでしょうか。それはホリスティックな考え方です。で別の例を挙げますと、これ細かく説明する必要はないと思いますが、これは西洋のガーデンと日本の庭園です。これ私たちの自然への考え方の違いを示していると思います。西洋では自然をコントロールしようと、制御しようとしますけれども、私たちは違います。現在地球上では深刻な気候変動の問題があります。より多くの人たちが、より多くの国々が経済的な成長を求めています。世界を旅した後、どこに行っても気づくのは同じ景色を見ているんです。でエアコンの効きすぎたビルや、そして同じのブランドやコーヒーショップが入ったショッピングモール、このような盲信的にも進歩に向かって買おうということは幸せをもたらさないかもしれません。というのも、日本はすでに経験しているからです。もちろん日本もそういった経験やってもしてきましたけれども、過去にはそうしてきましたけれども、今からは日本は違う役割を終えるのではないでしょうか。もしかしたら私たちの独特の感性を使いまして、世界に対して言えると思います。
ライフスタイルを、また新しい信仰へのアプローチを取ることで、より深い、より環境に良い、もっとよりホリスティックな、もっと幸福な生活を送ることができるんじゃないでしょうか。過去にも私たちはやってきました。今年テデクス東京のテーマですが、エンタリングアンノーン、未知の世界に入るです。でもこれは未知の入ることではありません。一度ありましたが忘れてしまったことに入ろうとしているんです。ご清聴ありがとうございました。